ライターの忠嗣でーす。電気オンライン編集部の喜一です。今日いよいよね、ニーアオートマタの体験版が配信されたということで、早速プレイの方を進めてみたいと思います。いくぜ、スタート。おう、いきなり難易度を設定できるらしいぞ。4種類あるらしいですね。なんせ俺らもほら初めてプレイだからさ、ここはイージいやいや、さすがにノーマルにしましょう。分かってるよ、ノーマルでいくぜ。じゃあゲームスタートいたします。あー、キーコンフィングとかもいじれるんですね。お、第243次降下作戦。このニーヤオートマタっていう 作品ね、まあ、前作ニーヤからまただいぶ時が経ってるらしいんだけども、地球がもう機械生命体でに奪われちゃってるんだよね。ですね、うん、で人類がこう月に追われているって設定だから、まあ、それを取り戻しに行くために、いろんな作戦をやっているということなのかな。ですね。早速じゃあここも進めていきますよ。おお、いきなりバイブったぜいきなり戦闘シーンから始まるのかな、これは。すごいですね。超かっこいいデモからスタート。これはなんかこれまでムービーとかで見られましたね。ですね。トゥービーが、トゥービーさんが、いえー、かっけー。おー、もういきなり戦闘やね。ちょっと待って、じゃあ早速戦おうと思いますよ。おらおら、今ね、四角ボタンを押してますね。で、三角ボタンでヘビーアタック、なるほど。おお。で、バツボタンでジャンプ。ジャンプ中も攻撃出せるんですよね。出せるね。 R1 で射撃、ホットの射撃だね、こういうことか。おお。で、まあ、R でカメラ操作っていうのは結構オーソドックス系ですね、操作。オーソドックスはそうやね。今ちなみに R2 を押したんだけど、はい、高速移動が出せる。キャンセル。おお、ステップっぽい。無駄、なんていうの、無敵時間があるね、これ。おお、じゃあ回避をもう R2。うん、かっこいいね、これ。そのコマンドを行う権限がありません。今ね、L1 ボタンを押したら、そのボタンを。まだ使わせねえよ。まだ使わせねえ。おお、おお、おお。なんですか、今のかっこいい避け方。多分、あれが資料で見たところのジャスト回避的な。なるほど、なるほど。あの、敵の攻撃に合わせて、わし。回避したらしい結構猶予長いんですか。結構猶予長いかもしれんね、受付時間は。これ超気持ちいいんですが、お、なんか来ましたよ。なんだ、バイクか。えらいでかい歯車のようなのが。でけえ、なんだ。あ、さっきのでも、あの第243次降下作戦に巨大兵器を倒せみたいなシーンがありましたね。これのことかな。おお、でも安本さんが否定って言ってマジか簡単に言うな。うわ、ダメージ6とかしか入ってねえ。これ切れってことかな。ですね、多分ちまちま打ってても無理だろこれ。ちょっとおいおいおい、ちょっと無理やで。面の攻撃範囲がすごすぎる。うん、すげえ。あ、でも、まあ、いいんじゃないですか、壊れてますよ。やれるやれる。でも遠くからの射撃も忘れない俺ですよ。そうですね、打ちながら切っていく。お、いいよこれ、いいよこれ。いいっすね、いいっすね。いくらがいっぱい来てるけど、もう、もっ、お、どうよ、どうよ。すごい、めっちゃ上手そうじゃないですか、うん、なんか、なんだ、インストールします。ホットプログラムをダウンロードしてる。その辺ほら、アンドロイドだしね。 2B さんも、ポットも当然機械なんで。お、来ましたよ。お、ついに L1 の権限が来たんじゃないですか。やってみよう。お、なんだ、なんかレーザーっぽいなんか出ましたね。あ、しかもなんかクールタイムですかね。320とか出てるから、クールタイム。おーい、どうよ。お、素晴らしい。ちょっとわざと引きつけたくなるあれがあるね、このジャスト回避を。あー、したいがために、成功させんがために。なるほど、なるほど。気持ちよそうですもんね。気持ちいいよ。ほら、どう。うわ、見せプレイみたいですね。意外と見せプレイをやっとる風にでもそんなに難しくないですよね、うん、実はね、そんな見た目ほど難しいことをしとるわけではないんで。お、すごい、そんな連続してきてるんですかちょっと今調子乗りすぎました。調子乗ったねなんか落ちてる。これなんだ、戦闘中に拾った壊れたゼンマイ。懐かしいな。前作のニアでもそういう素材集めありましたからね。ありましたね。もう一回ぐらいビーム見せていきましょうよ。そうだな、L1 だけくらえ。これロックオンとかできるのかな。これロックオンっぽいな。お、してますっぽいですね。 R2 でロックオンっぽいですか。てかさ、井上くん気づいた？はい、今さ、楽曲さ、
ニーアレプリカントとかのイニシエの歌っぽい楽曲が流れてたね、うん、確かにこれは言われてみれば、うん、そして何ナイスじゃん。何ちょっと待って、このイケメンプリつうかめっちゃかっこいいの乗っとるで、すげえ、これすごくない、ロボットっぽいよ。僕は 9S です。あなたのサポートをするように。初めて会ったってことなのかな、この作戦で。ファーストコンタクトってやつですね。うん、目標の超大型兵器ですか。このノコギリ。違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。あ、やっぱまあそうだよね。うんうんうん。分かってたけどね。いきなりボスとは思わないから。僕は飛行ユニットがありますから。外から見て回ります。かっけー、この飛行ユニット。すごいですね。アーマードモジュール的な感じだね。うん、強化外骨格的な。なあ、さすが SF 世界って感じだよね。おーおーおお、飛んでったよ。あれで戦えたりすんのかね。あれ使いたいですけどね。使いたいよ。じゃ早速我々は奥地に向かえばいいのかな。自分の足で。足でね。射撃。ロックオン。あ、やっぱ L2 がロックオン。射撃。おお、なるほどね。ギミックが。こういうギミックがあるわけですな。おお、来た。なんか音楽も何もないっていうのがまた新鮮ですな。そうですね。何が入ってる？録音しよう。これ公式生放送とかで同じに。この辺なんかあれだよね、コンサートの時とかも。ですよね。使われてたって。はい、コンサートを開始です。進んでいくわけですよ。でもスピードアタックからどこのヘビーアタック、これを繰り返してるだけで結構いけると思う。ほらほら、ずっと連動したっていいのかな。そしてこう溜まったらバキューン。おー、弾は壊していく。すごい弾幕だ。かわすんだよ、これが。すり抜けましたよ。かませちゃうわけ。ちょっと俺かっけーよ、できちゃうね。しかも一歩落ちてるって言うのね。こっちで合ってるのかしら。合ってるのでは。いきなり横アングルになることがいかにもニーヤだよね。確かに。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。いいね。早くくれマップ。来た来た来た。あの赤い丸を、ん？あの赤いなんかマークのところに行けばいいのかな。でしょうね。目的地が、ね、あそこでしょうね。さあ来たよ、多分。おお。ここがね、めっちゃ速い。だなこれ。いや、綺麗ですよね。60フレームで動いてるっていう話だから。おお、ここで戦わされるのかよって話だよね。ここすごい密度だ。密度です。ひたすらこうもうポッと連射しながら。おお、こっちどうよ。うまかったらわし。スムーズに殲滅していきましたね。横になったり、こう正面になったりとか、カメラの切り替えがすごい面白い。お、どうよ、どうよ。すごい。その回避した後の攻撃がすごいですね。回避した後、多分攻撃すると専用のあれになるわ。専用アクションが。狙いたくなっちゃうよね。確かに。わざと引きつけて。そう。これ飛んでるやつはロックオンした方がいいそうですね。多分飛んでこうやって行ったりもできるのかな。うん、でもなんか丸が出てましたね。丸出てたかい。丸って使わないんだよね。なんか多分あるでしょ。なんかあるでしょ。よいしょ。ちょっとポッと頑張って。ここはよしよし。でもなんか今のが丸ってやつか。お、丸じゃねえ。じわじわやられていく。ほら、見える見えるぞ。私にも敵が見えるぞ。ちょっと食らっとるけどね。実は地味に食らってんだよ。じわじわと。そういえばなんか話によると、この下ボタンかなんかで。お。十字ボタンですか。装備セット、うん、十字ボタンで装備セットを変えられるんだよ。おお、変えました今。変えました。
入るとちなみにどうなる感じですか、ね、これ今タチみたいな長い表持ってるんじゃん、はい、これがスピードアタックになってるんだよ。だからスピードアタックと言いながらもちょっと遅いんだわ。なるほど。対してこっちのやつだとスピードアタック超速いでしょ。なるほどなるほど。武器ごとにスピードアタックやヘビーアタックのこれは違うわけだね。四角ボタンで扱えるやつが切り替わる的なイメージ。切り替わるってことだよね、うん、しかもため攻撃まであるんだよ。おすげえ。それ今アクション見せてますよ。ちなみに攻撃中に入れ替えたりできるんですか。ちょっと後でやってみよう。やってみよう。多分できると思うで。誰戻ってますね多分。いいね、いいナビゲーションや。いちくんきっとどうしてもこう前作でいうところの前転、はい、この緊急回避しながら進んじゃうみたいな。こっちの方が早いんじゃねえか的な。僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから通信入ってる。誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことが禁止されている。禁止らしいです、感情を持つことは。どうだろうな。酸はつけなくていい。でもちょっと出る。私の名前に継承は必要ない。わかりました。下で変えてお、すごい、うん、やっぱいつでも変えられるわ。なるほど。それ絡めたコンボとかもありそうで面白いですね。ありそうありそう。てかこれ奥深そうやね。結構当たってる。シュッって言いながら、まあ、当たってる当たってる、うん、無敵時間そんな長くねえなこれな。そうですね。過信は禁物やね。おうおうおう、いけるんですね。宝箱取りたいんだよね。取りたいです、ね、お、蹴って開けるっていう。ドレスやね。蹴られたいね。よいしょ。やばいやばいやばい。危ない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 。すごい勢いで今殴られてましたよ。危ない危ない。2B が。僕の 2B ちゃんが。なんてこったい。さあどっちだ。まあ右な感じは出てますけどね。あれ合ってる。僕はさっきの宝箱だからここ手前に行くのかな。あ、こっちはそうです。だよいしょ。うわい。これアクションは結構忙しいね。やっててでも面白そうです。うん、面白い。いいね。ロックオンを忘れず。広いな。こっちで合ってんの？この廃墟。いや、俺も同じこと思ってた。広いわこの。確かに。なんか 2B って、まあアンドロイドだけあってあんまり感情的じゃない感じなのが。うん。石川優さんの演技。そうですね。ちょ、めっちゃダダこねられた。ジャスト回避。めっちゃダダこねられた今。なんやねん。回復薬足りんのかな？大丈夫ですか？10個ぐらいある。でもこっちの武器セット1の方が使いやすいからね。うん、いいね、このキックで開けるのガスッつって割と嫌いやな。倒る。よいしょ。すぐにこれにちょっと倒る。ですね。また来た。また来た。あのね、この上からの画面でもなかなか俯瞰新鮮ですね。めっちゃ俯瞰だもん。回復薬自動で使ってくれるんですよね。使ってくれてるよね。そうじゃないと俺やられてると思うんだ。結構多分これまでに何度か多分使ってたと思うんですけど、うんうん、今使ってるの初めて見た。今使ってましたね。いいね。ゲームオーバーとかあんのかな。あるんじゃないですか。一応思ったよりボリュームあんな。ですね。ああ、廃墟が広いやつ。すごい良好度です。適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。だから思わせるのことを言っとるな。ですね。おー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 、そっから出てくる。あれは足場に進むのかと思いきやですよ。出てくる。すごい。まあ、できない上から視点がね、ほんとすごいスムーズに切り替わるわけよ。確かに。いきなり横行ったと思ったら、うん、上向きました。やる
けるか。お、レッドラッキーヒットポイントが回復した。ラッキー、うわ、また来た。これ男の子はこれ嬉しいシチュエーションだよ。これは俺杖を体感しとるよ今。俺はガンガン倒してもらって、ガンガン倒してる。こいつは意外とダダこねるんだよ。手を振り回すんですよね、うん、手を振り回してくるわけ。ちょっと変えたりしてさ。あー、それいいですね。ぜひいろんなものをお見せしていく。この仮面攻撃を使っていく。おー、やっぱヘリが違います。このポットの存在忘れちゃうんだよね、うん、使っていきましょう。これでいいのかな。こういうことか。よし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 。いやー、この俯瞰視点で戦うっていうのが本当新鮮でございますよ。確かに。これめちゃ合ってるか。合ってるか。合ってます。一本道です、うん、今一本道だからいいけどさ、ちょっと複雑になったら迷いそうですよ。複雑になったら迷うよこれね。若干最初の宝箱のところ迷いかけてたからね。あれってこれだからこうマップ化するのとか大変だよね。すげえ上下移動するから。お、飛び降りた。シュッつって飛び降りました。お、よく見えましたね。そこにアイテムある。観察しとるわけよ。すごい。さあ行くぜ。お、お、ボスか。防弾タイプ。おうおうおう。でもポットは効かねえってことな。居合斬り。あ、かっこいい。あ、ダダこねられている。こねるんじゃないぜ。力でねじ伏せていく感じですね、盾持ちは。もうこれでポット。そうですね、盾がなくなったら多分効くんでしょう。ああ、うん、これよこれこれ。うわー、なんかでかい。ニューフェイスが来ましたよ。いやこれは強敵の匂い。やばい。俺ちょっとピンプレーだな今な。早かったもんな明らかに。さあおいで、ちゃんと見て。見える。ああ、早い。早かったですね。おお、ちょっと遅いですね。どっちや今の。早い。見える。見えてない。とりあえず倒すわ。お、今のうまい。誰今の。いったね。敵の去るものですよこれ。相当な硬さです。おお、これちなみに結構難しいと思うけど、オートモードっていうのでね。あ、そうですね、うん、イージーだと使えるんですよね。イージーだと使えるのか。うえロックオンが必殺技のように使った割に。よしよしよし。まだあんな超巨大兵器ってあるわけもなく、また俯瞰モードに。これ要はシューティングだね、ここら辺は。そうですね、近いのと。ディレクターの横尾太郎さんがさ、はい、虫姫様とかすごい好きだからさ。あ、大丈夫なのかな。大丈夫だから。好きなものは好きだから仕方ないから。確かに。だからやっぱシューティング要素とかなんかそういうなんていうの、うん、好きなんだろうね。ドラッコンドラグーンもさ、竜に乗ってシューティングしたりとかしたから、はいはい、そうですね。随所に盛り込まれてる。随所に盛り込まれてますよこれは。ニア完全に初めての人とかは結構意外に思うかもしれない。そうだね、うん、シューティングやんけ。連作にもあったんだよね、シューティング要素は、うん、さあどんどん進みますよ。僕は今やべえ、回復薬があと4つしかねえ。これやれんのかな。目標の超が高い兵器を別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。別の場所に移動しちゃったとか言ってる。本当か。それこそ安心なんだけどね。話は早いけど。それだと宝箱が2つ目。お、回復薬じゃないですか。いいね。中と小1個ずつゲット。1個ずつだとちょっと心もとないよね。旧世界の時よりも増えているみたいですね。何にされた重要な会話を。これなんか嫌な予感しかしないんだよ。えらい広い道が広がってますけどね。敵は超巨大兵器だろ。これ嫌な予感しかしないよ僕は。まあ戦うんでしょうね。
もう落ちてるものないね。ないですね。あ、ありました、ありましたよ。左側です。やっとるね。宝箱は大電薬。よし、大電薬。あれか、雷属性のこの絶対これさ、その橋の先に別の俺の様子だと奥から走ってきそうですよね。俺も覚悟はしとる。ちょっと遠いですが、行ってみましょうか。ちなみに今、TV さん歩いてるんだけど、これは俺操作してないから。なるほど、自動的に自動で。歩き方もセクシーですね、ちょっと。ちょっと相当好きになりそうだよ、TV のこと。ん？後ろだったか？横か？マジか。まさか挟まれる形になると。ノコギリ来たー、でけ。最初に出たやつですね。あれがまさかの2体。どういうこと？え、やれるの？しかも退路を断たれるっていう。倒せばいい。倒せばいい。確かに。いいね。危ね。危なかった今。もう一機どこにいるんだろう。待機ですか。待機なんか言ってる。今がちょうど。今のうち、今のうち。分かっとるで、分かっとるで。金井君が言いたいことはよーく分かっとる。あ、金井君が言いたいことはよーく分かっとる。もうどっちでもいいんだよ。あ、来た。あ、来ましたね。やばいね。鹿。これどうすりゃいいの？隙間を狙っていくしかないので。そうやね、逃げてるばかりじゃどうしようもねえから。どうしようもないですね。あ、今がチャンスなんですか。やる。お、お、片方やったか。片方やりましたね。片方やったか。これやったね。やりましたね、これ。もう片方。あれ、もう片方もやった。あ、なんだ。やったか。やったかはまずいんじゃない。フラグか。おい、嫌な予感がしねえか。あれ、今のじゃないんだっていう発見。おい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 。新打ち登場ですか、ね。なんかさ、ガラッと変わってんな、前作から雰囲気が。うん。すげえ。出た。でかー。勝ち目なくないですか、さすがにこれは。半端ねえな。これどうやって戦うんだろう。え、これ勝てなくねえか。さすがにな。体に登ったりすんのかね。まあ、なんかコア的なあれですよね。あのカウントが弱点とかありそうなんだけどな。まあでもポットがあればワンチャンいけるのかな。ほんとか。全く減らないな。あ、やばい。足場が出てますね。ミサイルが。ミサイル。どうなってんだこの敵兵器。やべえぞ。すごい。むちゃくちゃじゃないですか、もう。なんか来る。あ、なるほど。あ、なるほどなるほど。これが今のがチャンスですね。おい。やべ。おお。ナイスかい。回避したか。シャッ。ナイスかい。やれ、ちょっとずつだけど減ってるね。ちょっとずつだけどいけます、ね。希望はあります。それちょっと希望ない攻撃来たな今。そうだよね。でも、まあ、攻撃のチャンスでもあるな。ちょっと待って、落ち着こうぜ。回復力やっぱショーがあと3やれるのか。わしはいけるはず。全部ジャストが引き。危ねえ。どうしようしましょう。所持数あと2。絶望感ある情報ありがとう。絶望感ある情報ありがとう。あ、お、うわ、すごいすごい。いくらが…あれ？ナインエースや。ナインエース来ました。遅いよ。おお、この辺はもう全部自動でやってますね。うん、お、助太刀。え、ちょっと待って、今度これが目標の超高難兵器。ナインエースさんがあれしてくれてるな。援護します。しゃ、心強い援護が入って。おら、お、いいですね。ナインエース攻撃してくれるのかな。してくれてるんじゃないですか。なんか出てますよ。44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 
的4だ。地でも積もればですから、ね、地で積もらね。でもまあちょっとずつ減り始めてる。そうですね。何も怖っぽいのが、お、うん、おお、危ないんじゃないですか。明らかにカメラ引いてます。あぶね。ひび割れてたもんな。完全に。時間制限があるってことだ、これもしかして。倒しきれないと道路が破壊される。よし。
これ今買わせてたからね、キーチュー買わせたんじゃないですか、今ジャストで、ジャストで、あれまた潜ったってことまた来る、あれがいいですよ、あー危ない、おー逃げてるぜ、チリスモチリスモレーザー250ぐらい、 体力のゲージが出てないか不穏ですけどちょっと入ってるのかな、体力のゲージなくなりましたぞ、ハッキング開始します、おお。ミサイル来た、おお。止まった止まった、すげえハッキングして 9S 超有能じゃん、やったか、おやったか、おやってない、やったかはダメだな、やったかはダメだ、おおまずい、おお、うん、危ない危ない、ナイス危ない、ああ落ちてった落ちてった、どうした、なるほど、お、はい、ということでね、はい、ちょっと最後ものすごいセンセーショナルなところでこの画面に来たわけですけれども、はい、どうだったキイチ君、で早くやりたいんですかすっごいいいところで終わった、多分ここはネタバレ的な意味でお見せできないのかもしれませんが、うん、ただまあ今回ね基本やっぱアクションパートをメインにやったっていう感じ で、ね、RPG 要素とかはまたちょっとね、うん、ベッドって感じになると思うんだけど、バトルアクション超気持ちよかったぜ、いやもう見てる分にも相当気持ちよさそうでした、うん、むしろ見てる方が気持ちいいかもしれないね、確かに、あの俺結構頑張って戦ってたからさ、うん、今ここでこんなこと起こってますっていうのが分かんなかったからね、あ、うん、結構見てる側からするとジャスト回避とかがすごい、そうだよね、うおーみたいな、うん、しかもあれ結構お手軽に出せてるわけよ、それがまた実にいいよね、はい、ということでニーオートマタの体験版の方をプレイしてみました、こちら今無料でねプレイステーションストアの方でダウンロードできますので、興味がある方ぜひ遊んでみてください。以上、忠次とギジでした。ありがとうございます。ありがとうございました。